ちは、横浜の英子です。本当にお久しぶりです。よろしかったら最後までご覧ください。ゴールデンウィークの後半から体がボロボロになってしまいまして、風邪をこじらせてしまったり、足が重くなってしまったり、しびれてしまって、整形外科でレントゲンを取っていただいたら腰のヘルニアだったんですね。そういうこともあって動画が全然撮れなくて寂しかったんですけれども、今は腰に筋肉注射を打ちながら普通に生活しています。バセドウ病が治って安心していたんですけれども、今度はヘルニアになってしまいました。若い時と違って本当にいろいろありますよね。皆さんもお体には十分気をつけてくださいね。体がボロボロな時に感じたことは、メイクをするだけで元気が出る、特にチークを入れるだけでもかなり私は元気になれたんですね。ですのでつくづくメイクの力ってすごいなって感じました。特に私は皆さんに支えられながら動画を上げさせていただいています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。